こんにちは、ゆうです。パーザーのお時間です。はい、お久しぶりの動画ですね。はい、業務会議にサバカシバアニマル。1週間ぶりですね。1週間ぶりの、1週間ぶりかな、忘れたけど、ちょっとまた見ておきます。はい、無課金サバカシバアニマルやっていきたいと思います。はい、こんな格好、ちょっと真面目な感じだったんですよ。直前の、あれですね、別のゲームの配信の時にか、これで、そのネクタイ、そのセッターだ、もうええや。今ね、メンテをちょうど開けて、はい、すぐね、緊急で動画撮ってるんですけど、はい。言いましたっけ、今日誕生日おめでとうございます。決め台詞も忘れてしまうほど動画離れしてました。はい。最近ちょっと生放送メインばっかでね、本当申し訳なかったんですけど、柴犬丸ファンの方ね、いらっしゃってない。まあ、復帰戦はね、ちょっと軽く、はい。最近パズルめっちゃしてたんで、ランク上げとか、メインアカウントがランク、ちょっと待ってくださいね。今見るわ。1224、メインアカウント1200、メインって言っても、メインアカウントが1224になって、はい、そこまでちょっとコツコツ、3日間か、この3連休と言われる、はい、ランク上げしてまして、で、まあ、芝居村がちょっとおざなりになってたというわけでございまして、ちょっと体調が崩してたもあるんですけどね、その気圧がね、気圧の変化に弱くて、僕も気象痛がひどくて、寝てました、ずっと。はい。で、まあ、復帰ということで、こちらですね、僕。やっぱね、どうしてもね、欲しいキャラがいまして、もう珍しくね、ずっとイケメンイケボーのキャラが好きって言ってたんですけど、あとマスコット系可愛さ。このね、ナツル&ミリアが、めちゃくちゃ欲しくて、僕。で、X でポストさせていただいたんですけど、まあ、ナツル入りのバーテンダー黒飛び編成で、クリアしまして、クエスト15。はい、まだクリアしてなかった。はい。なんかすんごい、ナツルが、イラストが好きで、はい。なんで、ね。ちょっとごめんなさいね、尺稼ぎみたいになっちゃって。交換がね、はい、厳選しまして、事前に、あと5体なんですよね。で、これ魔法石6個の方を引いたら、今30、ユーザー情報の購入歴無料配布34個あるんで、5回引けるわけですよ。6を30なんで、はい。そっちの、交換の弾が出揃うのが先か、または、地引きできるのが先か、はい。ちょっと、張り合いたいと思いますんで、ナツル&ミリアをかけた、戦い、皆様応援のほど、よろしくお願いします。はい。ガチャ画面ですね。はい、こちら。まあ、宝石6個、星6以上、ブライダルガチャ。ちょっと待って、お茶飲もう。あかん、ほんま、最近喋りすぎてね、ほんと、さっきもずっと喋ってたんで、はい。とりあえず、行きましょうか。サクッとね、これ終わっちゃったらもったいないんでね、ほんまに。はい！あ、ここで大事やった。地引き来た。地引き来たら、これね、即終わりしようかな。あ、こっち。ちょっと待って、なんか赤って反応してしまった。あ、一体目ではないな、これ。でもフラワーアレンジ。フラワーアレンジメントが作れるんで、まあいいか。で本体は持ってなかったしね、武器になって、ダイヤに、指輪になってなんか。はいはい。あ、これなんかで使った覚えありますね、僕。はい。それだ。次も、確定演出みたいなね、出ることをお祈りして。最後！ここ、ね、こうならないともうお話にならないんだ、ナツル様。あー、持ってるね。これ、弾出揃う方が先かな？それは、結構嫌なんですけどね。まあ。それではあと3回ですね。これ今で2回ですね。はい。はい！ほんま、久しぶりにね、これ、物欲センサーが強すぎるんですかね。僕、ほんまね、なんか、好きなコラボキャラほど、全然出なくて、ほんまに。あら、2連続。そう、僕。いや、何も言うまい。あと2回ですね、あと2回、あと2回。あと2回で、
2人組なんで、これで出るでしょ。2位で、あと2回で。はい。今んとこ全部確定演出出てるよ。これや。あと2回の時に出る。これこそ。これでこそ。ほほほ。なんか開く時に全然違うって分かりましたもんね。この感じで分かりましたもんね、もう。イザナギ。残念。イザナギだ、みたいな。ありましたね。ナルトで。何やったかな、忘れた。はい、もうラストワンですね。もうまあまあ、ラストワン賞で、ちょっと頑張りましょうか。頑張りましょうかっていうか、来てもらいましょうか、これで。それでは。カモン！はい。ここまで来たらね、最後はオチ分かってるよね。ほら、これですよ。これですよ。それでは。いやー、びっくりしたー。動いちゃった。動いちゃった。3体。あ、そういえばね、この缶もね、ちょっと無料ちょっと僕我慢できなくて引いちゃって、ブライダルガチャなんかフェノン出てるんですよね。ノルザフェノン出てるんですよね。それでは結果見ていきましょう。結果画面に行くのも不慣れでしたわ。はい。こんな感じです。こっちでした。はい。こんな感じでしたね。ブリギット、シルク、シルク、イザナギダとフェノンでしたね。フェノンに関してはね、ちょっと交換できないんで、ちょっと今から厳選しますね。もう一回。はい、厳選聴取してきます。そうか。あと3体ってあれか。サイリアが出ちゃったからあれ出ないんですよね。ちょっと待ってね。待ってくださいね。あと1体。一体何にしようかなと思ったら、いましたね。ソティスさんも、ちょっとこれ本体では使わないでしょ、さすがに。あら、まだもう一体やった。まあ、出せるとしたらこれですかね。三体所持のサツキ。まあ、進化、退化ね、繰り返せば使えるんで。はい、これで交換まで0体になりました。はい、それでは、ちょっとブライダル外したら意味ないよね。はい。それでは、ナツル&ミリアに来てもいただきたいと思います。はい、それでは。カモン！結局ね、全部石使ってまうっていうね。はい。で、芝居の丸も最近村木工場を周回しようと思って、いろいろキャラを模索している最中でございます。あー、なんかええね。このキラキラ画面。これなんか地引きではないですけどね。この好きなキャラをこの交換で卵から割れるのを見れるっていうのもいいっすね。あ、バッチじゃなかったんや。はい。はい、それではせっかくならこちらの画面で終わりましょう。はい、久しぶりのね動画なんですけど、ガチャ動画ばっかりで本当申し訳ないです最近。はい、結構配信がばっかになっちゃって最近ね、本当まあ皆さんね、本当体調にはこの時期なんでね、気圧とか結構不安定な時期が続きますんで、皆さんの体調お体ねご自愛くださいませ。はい、それではね、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さんありがとうございました。はい、ぜひ皆さんはブライダルそんな引いてあらへんかな。皆さんはもう結構ほんまね、なんかね、無課金アカウントでもね、好きなキャラって感じ全突っ張とかしてしまうんですけどね、結局出ないっていうパターンが多いんですけどよかったらそうや、お久しぶりの動画の感想や評価よろしくお願いいたします。それではね、今回のお相手は私ゆうでございました。それじゃあね、皆さんも陽気、梅雨明けまでもう少しなんで、なあ穏やかに過ごしましょう。それでは、バイバイ。